だって弾き語りに関してはピアノもだって9年間やってて1回も挑戦せえへんかったからな。ピアノの弾き語りとかやったらいけるんかな。だそう思うとさ、うちの相方のライって俺の欲しいもん全部持ってんのよな。車の免許も車の免許もギターのスキルもね持ってるからそこに並べて車の免許っていうの違うと思うけど、そう、いやだから俺が車の免許取ってギター弾けるようになったら、もうライトそのなんかドライブして、そのドライブ行った先のなんかあのそこら辺のなんか森とか河原とかで二人であのギター持ってあの弾き語りできます俺らなんかそういう系のなんかバンドでは目指してるんかな、知らんけど。だって河原とか森とかじゃないとさ、あれやん、見バレするやん。その街中で二人して並んでたらさ、ダメでしょ。確かにもうやってることほぼ言うぞよこの長い長い下り坂をよ。大体言うぞ、もうほぼ言うぞ。でもザブーンから解明するわ、ほぼ言うぞ。どうする、八作とかにする八作とかデコポンとかにしとく、ザブーンから解明して。そうよ、デコポンのデコ担当稲見とポンポン担当嫌やな、うん、なんかすげえポンコツみたいやん。ポン担当火鉢です、絶対嫌や。そうやったら俺デコ担当になろうライさ、ライあいつさ、俺のサブアカにあの自分の本アカでリプライ送ってくんなよあいつこれサブアカって思いました。あいつなんだお前まあ俺がライノーって言うたからあいつには反応する権利はありますけど、ありますよ。だからあの俺はあの楽屋コメディアンの、まあ、あの俺のサブアカの名前楽屋コメディアンって言うんですけど、その楽屋コメディアンの方では俺はあのもうあくまで一ファンですから、だからもうあの本物のライくんってリプライ返しときました。いいですね。主な関連人物、同期オリエンス、佐伯一徹、赤木面、宇佐美里と、ディディカ、小柳郎、うん、星留翔、稲見来、え、花月はあれ花月は、花月はまあ一旦いないと。で、上記以外のとこにね、あの高先輩とね、あのオリバー先輩がいますねおかしいな。おかしいな、花月な、仲良してるんですけどね、おかしいな。お、すっご、え、すっご、ユニットまとまってるで。オリエンス、ザブーン、ニジヴィラン、ニジサンジ&ニジサンジ EN ヒーローズ、はい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 。うわ、二次三次ハラスメントまでまとまってるで。あの、みごと先輩とのやつ。これやばいけどな。二次三次ラジオ体操部って言って、みなと先輩の、ね、ラジオ体操企画に参加した人全員の名前載ってる。でも、これユニットって言っていいんですかね、わかんないけど。もうすげえ、もう、もう俺このユニットに参加してたら無敵ですけどね。うん。で、花丸ポン。花丸ポン、いいね。花丸ポン。ハニカムベリーもまとまってますね。あと、風紀委員ね。風紀委員とか、麻雀の時だけですけどね。風紀委員ね。はいはい。で、めちゃ強え。あ、夜見団。あの、ポケモンの企画でご一緒した、あれですね。あの、ハヤト先輩とか、あの、夜見先輩とか、サンゴ先輩とかね。あの、いらっしゃった時の、夜見団ですね。で、ローマナ。なぜかローマナがある。ローマナっていつユニットになったの？
別にいいけど、いいけど、そんなローマな差しやってないでしょ。ローマな、スーパーバニーマンぐらいじゃん。あ、でもこないだあれやったか。こないだなんか、ね、あれこないだってあれ差しやったっけ、差しやったか系が一つと、あの、そもそも表やったっけ裏やったっけがあるね。うん。そう、エペやってるよな。そう。俺、エペでなんかその雑にその募集するみたいなの結構多いからさ。直近のエペは確かライト差しで、その1個前かなんかがローやったかな。うん。あ、そうやん。カニハチミツ丼ないな。カニハチミツ丼。よかったら、あの、追加しといてください。カニハチミツ丼。いや、ほんまに俺冗談抜きでカニハチミツ丼であれやりたいけどね、どっかの大会とか出たいけどね。プラチナプラチナマスターやからだいぶアベレージ高いから出れるかどうかわからんけど。え、ローって最高マスターやんな。プレデター行ってへんよな。いや、でもプラチナプラチナマスターってめちゃめちゃアベレージ高いから多分出れる大会超限られてくるけどな。どうなんやろ、平均ダイヤとかが多いっけ、わからん。大会の出たいけどね。で、コラボライバー回数、え、コラボ済みのライバーの回数があるぞ。そう考えると、ほとんど全ライバーは、ほとんど全ライバーはさすがに嘘、さすがに嘘やけど、それこそね、6周年企画とかでこうまとまって関わってるからさ、そういうの含めたら俺めっちゃいろんな人とやってるな。すごいね。歌動画、はい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 、リアライズ、ダーリン、フラジールね、うんうんうん、うわ、すごい、全部まとまってるやん。うわ、すごい、ちょっと感心しました。うん、まあ一つ言えるのは、まあ、その喉の具合のせいでその収録が進んでなかったりはするけど、逆に言ったらその収録が進んでなくて滞ってることによって、かなりの本数のものが今同時進行になってるから、なんかこう、なんか何かが決壊したかのように出る時は多分あると思う。その作りたいって欲が止まらんからさ、そのこれ作ります、これも作ります、これも歌いますって言って、制作始めんねんけど、制作だけ始めんねんけど、そっからね、そっから先ね、その収録とか自分で大概自分でミックスするから、そのミックスとかいろんな部分がね進んでなかったりするので、まあ、またね、あれしといてください、期待しといてください。ぼちぼち終わるか。